Hi. お疲れ様です。さて、作るか。Thank you.
調査も進みましたし、セリエナで状況を確認しませんか？
調査も進みましたし、セリエナで状況を確認しませんか？
怪我はないな。そうだな。おう。戻ったか。ああ。行こう。未知の古竜は岡三号の台地にいます。慎重に行きましょう。そうよな。
発も人生の一部よ。大当たりも人生の一部よ。ようこそ。気をつけて行きましょう。
見てください。
危険だ。流されると身動きが取れない。Thank you.
みんな聞いてくれ。大いなる存在に関して調査結果が出た。では私から。歌が聞こえた場所を調査したところ、とある法則を発見した。これらが歌の聞こえた場所、時間順に示してみよう。バラバラですね。一体どんな法則性が？焦らないで。次に地殻変動の場所を古い順に書いてみるわ。螺旋の形、これって。なるほど。地脈回廊から放たれるエネルギーに沿って移動しているという。よし、ここでもう一つダメ押しだ。五機団、古竜の調査結果を示してみろ。はい、古竜たちが活発化した場所を記します。すごいぞ、みんなが出した成果。調べたところ、地脈の螺旋が描く延長線上、ここよりはるか遠方に島があることが分かった。古竜が騒ぎ出した時期から考え、そこに大いな。さて、その島に何が待ち構えているかは分からない。現場での的確な判断と即応性も求められる。どうすべきか、みんなの意見を聞こう。行くまでもないだろう。少数精なし。
じいちゃんの考えに俺も賛成だ。それしかない。では、五機団に島へ。先輩、指揮をお願いします。私たちが今も続く生態系への影響は、そうなる前に我々は五機団を全力でサポートする。出発準備を急げ。了解でさ。全てをあんたたちに託すわ。五機団の調査班は、準備ができたら俺のところに来てくれ。よし、それじゃあみんな無事戻ってこよう。気球船に乗りましょう。大いなる存在。